でさ、皆さんなんと聞いてください、アイドルファイル3月発売のアイドルファイル出ます。アイドルファイルっていう雑誌に出ます。しかも裏表紙担当です。しかも裏表紙担当で千織さんと私とハマっていう謎面でやらせていただきました。なんか千織さんとハマと私って来た時に絶対ドッキリだって思ったんですよ。最初本当にさよならモーリーさんのドッキリだと思ったのね。結構ガチでメンツ的にでえって思ってハマにすぐね LINE したの。えこれってさみたいな、えドッキリじゃないみたいなえやばいねみたいな、えどうしようみたいな、分かっちゃったねドッキリってって、でリアクションとか今更もう取れなくないみたいな、もうなんかこんななんか明らかなメンツでこんなんドッキリでしかないじゃんみたいな。でね、私本当にガチドッキリだと思ってその日の集合に行ってハマと会って、てかその会うまでもずっとね LINE で話してたの、どうしようみたいな、ドッキリだねみたいな、そう話してて、でマネージャーさんにもこれドッキリですよねって聞いたら、ええみたいな感じになって、その反応もマジでドッキリすぎて、あ気づいちゃったみたいな反応だったのマネージャーさんが。でえやばいみたいになって、えこれマジドッキリやんって思って、で向かうじゃないですか撮影場所に。えそれでやばいじゃんってどうしようと思って、いやもうこんなドッキリって分かりやすいやつあるんだと思って、すごいなんかどうしようみたいな感じでさ行ったわけ。えでそしたらさ場所に着くじゃん。でインターホンみたいなさ、暗証番号みたいなのってインターホンみたいな押して、なんか人を呼んでその人が来て迎えに来てくれるみたいな場所だったんだけど、全然暗証番号が合わなくて、そのマネージャーさんが打つやつが、で全然あれあれみたいな、何回もやってて、あれあれれれみたいな、何回もやってたの。えやばいって、これ何ドッキリって思って、えまずそこでえって思って、やばい始まってんじゃんみたいな感じでハマとすごい言ってて、えそうそれで、えでなんかしばらくしたらなんか男の人が出てきたのね、その中から。でもその男の人はすごいなんか紙袋みたいなの持って、めっちゃすごいなんかちょっと怖めで、なんかすごいなんか事件みたいな、事件を起こした後の人みたいな感じな、そうなんかの勢いで出てきたの、その建物の中を。えってなって、え今の人何みたいな、えみたいな、ええみたいな、怖みたいななって、えもう怖くて、えもうこれドッキリじゃんみたいな、いやもうほんとなんかえこれドッキリすぎるみたいな、これも撮られてんのみたいな、カメラどこみたいな、ずっと探してて、で迎えに来たんだけど人が、あので普通になんか部屋みたいな、モーニングルーティーンみたいな部屋に運ばれて、私たちはで、あみたいな、あこんにちはみたいな、あアイドルファイルみたいな、そう。でも入った時もまだ疑ってたのね。で入った時もずっと疑ってて、でハマがねめっちゃスタッフさんにこれドッキリかと思いましたみたいな、まだ信じてないんですけどドッキリやと思ってますみたいな感じでずっと言ってたの。でもエリもドッキリだと思ってたんだけど、もっと周りをよく見ようと思って、もうすっごい周り見て、何がドッキリの仕掛けなのかずっとこうやって見極めてたわけ。でハマが先にメイク入ったんだけど、私はソファーにね次のメイクってか、本当は同じ入りじゃなかったの、私とハマは結構1時間ぐらいずれてたんだけど、でドッキリが怖すぎて2人で一緒に行ったのねそのなんか早めに私も入らせてもらえることになって、えドッキリじゃないみたいな、えドッキリだったらやばいねみたいな、え本当にやだ一人で行くのやだってなって一緒に入らせてもらったんだけど、で私はハマがメイクしてる間ソファーにずっと座ってたんだけど、なんか一人の女の子が入ってきたの部屋に。おはようございますって言って、マネージャーさんらしき人と一人の女の子が入ってきて、えってなって、んあれあれ私たちだけじゃないのって思って、急にその女の子入ってきて、えじゃあこちらの衣装に着替えてくださいってなって、えってなったの。え誰ってなって、そうええどのええみたいな、えなんか本当にこれ仕掛け人みたいな感じで、誰って思って、普通にめっちゃ可愛い女の子なんだけど、で着替えに行くじゃん。でその時にハマと 目があって、え誰みたいな感じになったの。そうええ
えみたいな、もう本当ドッキリ脳になってるから、その時もう本当え誰みたいな、仕掛け人みたいな、え今着替えてるけど着替え終わったらなんか変なの着ててこっちがリアクション取るやつなのかなみたいな、めっちゃ思ったんだけど、めっちゃ普通に可愛いパジャマ着て出てきて、その女の子がじゃあ撮影始めますみたいなって、多分違うアイドルの方が多分もうそのまま自分行くで、その方は自分でメイクして自分で髪やってで着替えてそのまま撮影みたいな、そういう方だったんだと思う。そのアイドルの方すぐ撮影入っててえみたいな、あえみたいな、え仕掛け人とかじゃなくてえああみたいな、あアイドル、あみたいな、アイドル、いやそうそうだよねみたいな感じを持って、えでも本当にずっと疑っててマジで、でもなんかもう本当なんか仕掛けみたいなのが多すぎて自分の中で、でしばらくして私もメイクしてもらってたら千織さんが来たわけ、おはようございますみたいな感じで来て、で千織さんにえこれドッキリだと思いませんでしたかって言ったら、え何ドッキリみたいな感じでそう言ってて、千織さんはドッキリだと思ってなかったらしいです。うん、